どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、私今プーケットに来てます。タイのプーケットで初日に泊まったホテルをご紹介しようかなと思って、ルームツアーやりたいと思います。ロビーではね、可愛いワンちゃんもお出迎えしてくれます。はーい、ママさんもすごい綺麗でいい人。こんな感じ、ソファーも可愛いよね。プールもあって、高台からプーケットのね、街が一望できるようになってます。あそこにはパラシュートが飛んでるね。今ちょっとね、こっちの方には海が見えたりします。パトンビーチのね、近くのホテルなんだけど、はい、お部屋ここから入ります。ここから入ります。はい、で入ったらこんな感じ。結構広めでしょ。ソファーがあって、テーブルがあって、床はこのツルツルタイプのやつ。はい。で、日差しもね、結構こんな感じで入ってくるようになっていて、テレビ周りの、キッチンもね、一応ついてます。使ってないけど、コンロもあったり、流し場もあって、いろいろ全部揃ってますね。だから、長期滞在するときとかには、ご飯も作れていいかも。コーヒーカップもあります。はい。で、冷蔵庫もあって、さっきお水しか飲んでないけど、こんな感じでビールとコーラもあります。そしてこちらの奥がベッドルームになってて、キングベッド、パヤン、はい、寝心地もとても良かったです。で、すごく危なっかしい動きをするなんていうんだこれ、ライトのこの羽が回るやつねこちらにはクローゼットがあって、鏡があって、奥がバスルームというか、まあ、シャワーがくっついてるやつ、上からジャーって出るシャワーがあって、お湯もちゃんと出ました。で、あとお手洗いですね。トイレは髪流しちゃいけないので、そっちに髪は捨てる感じね、といった感じのお部屋ですね。で、1泊2500円、3000円ぐらいだったので、まあまあそのぐらいの価格にしてはすごく広々してるし、プールとかもあったりとか、朝食もついてるし、うん、すごく満足いくホテルでした。で、今日からまた別のホテルに移動します。ホテルというか島、プーケット島の隣にある八百屋っていう島に行って、でそっちのホテルのルームツアーもしたいと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。それじゃあまた明日。じゃあね。